とあとビジュアルのエンターテインメントだったんですけど、はい、こちらはまたちょっとあのビジネスの商談みたいなイメージで使うものがこちらの白い積み木3つになります、はい、こちらを、ここに置きますと、このように家がプロジェクションされます。お、はい、これ1段目を外すとこの1センチ変わったことを認識して2階が見えます。あ、すごい、はい、おえ、すごいですね、高さも、ね、そうです、高さの変わったことを認識します、はい、でこちらの板はまた別の機能があるんですけど、この私の指先にちっちゃい人が乗ってると思って見ていただきたいんですが、この 3D ワールドをこの指先が動くんですよね。すごい。で位置だけではなく同じ場所で右を見たり左を見たり、はい、回転が取れるんですね、指の。すごい、これを使っております。すごいですね、何かデバイス取れるのに指だけで。指だけです、全部上からセンシングしてます。でもう一段外すと1回です。この外でやっていたのと同じことが物体の上もタッチができますので、インテリアの内覧ができたり、パーティションを動かしてあげたり、すごい、あとは回転ですね、これは物体を追いかける。でこういったあの何でもないコインみたいなものを置くと、このように好きなところに木を生やすことができます。すごい。で今指をこうカメラの動きに使っていたんですけども、この指を今度切り替えます。そうすると分かりますね、私の指が今太陽になっています。分かります。こういった形で、なるほど、空に浮いている手の場所が分かります。はい、すごい。こういった形でその平面と物体とこの空間すべてをこのここから操作できるというオールインワンのものがコンセプトプロトタイプ T という。わー、わかります。カシャの認識は、はい。